音聞こえる？大丈夫？パソコン充電してなかったわ。なんか音がモコモコしてるかもしんない。モコモコしてたら教えて。音が変かもしんないから。変だったら変って言って。はい、塚地さんいらっしゃい。聞こえる？普通に聞こえる？あ、神社ありがとう。大丈夫？普通に聞こえる？なんか水の中に入ったようなモコモコ感ない。大丈夫？すごいね、もうできちゃったね。天気がいい。聞こえる？あ、よかった。じゃあみんなで一緒に新宿中央公園行きましょう。大丈夫だ。新しい方のパソコン充電切れてたわ。今日、いや寒いよ。今日暖かいねって言われたけど、普通に寒かったんだけど、びっくりしたわ。はい、若津、ニックンいらっしゃい。エイプマンいらっしゃい。今からフリマ行きます。バーガープレゼントありがとう。ありがとうございます。バーガープレゼントありがとう。ありがとうございます。福岡寒いんだ。東京は寒いからね、全体的に。めっちゃ寒いよね。奥さんじゃないよ、彼女だよ。彼女です。奥さんではないけど、結婚はしてないよ。天気いいね。うん、よかった。かわいいわ。どう？俺はかわいいよ。俺はかわいいよ。かわいさだけでここまでやってきたんだ。つっていいや。フリマの目的、川端先生っていうホームレスの人が描いてる絵を欲しい。ありがとうございます。ありがとうございます。イプマンありがとう。
川端先生いるかな。はい、ワード2、古代さんいらっしゃい。道端でもやるよ、ストロングスタイルは。彼女かわいいでしょ。みんなかわいいかわいいよ、もう大人気だよ。いつ頃結婚しますか。ノンタン綺麗ですごく羨ましい、ありがとう。どうだろうね、結婚はあれじゃん、お互いしたい時にするもんだ。僕はクマさんいらっしゃい。僕はクマ、クマ、クマ、クマ。車じゃないよ、クマ、クマ、クマ。あの曲好きよ俺。飲んだパチンコ負け続けてるね。4万勝ったのがピークだから、そっから負け続けてる。いやー天気いいわね。あの曲いいよね。フリーマーケットが子供の頃から好きなんだよね。なんだろうね、あのワクワク感、あの雑な感じもいいよね。フリマ大好き。鳥すげえな。ビュ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 。ここね、あの地下にあるね、あれの入り口なんじゃないかって言われてる、地下にあるあの貯水タンク、巨大、すっごいでかいのが下にある、あれが入り口らしいよ。逃げるとこでしょ、面白いよね。ノンタン身長いくつだっけ。153。俺が171だから18センチか、違う、合ってる合ってるか、うん、18センチ。そうか、ちびっこだから。ちっちゃい子だから、小学生みたい。バカプレゼントありがとう。同じなんだ。つみきちゃんも小さいんだね。それ私服？いや、完璧な私服だけど。完璧な私服だけど。かっこいいでしょ。ランドセルです。ニューヨーカー張りでしょ、もうこれ。完全ニューヨーカーのスタイルだ。ニューヨークスタイルだ。私服だよ。逆に私服じゃない場合って何があるの？配信者に私服じゃない場合教えて。配信用。配信用。スターだよ。スターですよ。僕は。スーパースターですよ。ありがとう。バカプレゼントありがとう。目立つよね、すぐわかるよね。あ、和道だって。あんなファッションセンスのやつあいつしかいないっていう。こっちかな。あ、そうか、こっちか。のんちゃんいるよ、のんちゃんいるよ。
天気良くてのどかでいいね、うん、もう着きます、もうすぐ着きます。すごいね、枯葉あんなに集めてんだね。ジンジャークッキーありがとう。あーどうだろうね、ふわっち来たのは良かったなと思ってるね。閲覧がいい時200、安定して100前後行くから。うん、あ、噴水が出てる、噴水出てる。おーすごいいっぱいあるよ、どんた。あーすごい、すごいよ。着きました。まだ出店やってるわ、楽しみましょう。電波なくなったら教えてね。人が多いところ行くと電波あれだから。あ、今日少ないわ、今日半分ぐらい、いつもの。そう、帰っちゃったんかな。もういや今日あれだ、冬だから出店少ないんだ。今日少ない、半分ぐらいだわいつもの。見て回ろうか。うん、これ新宿の中央公園だよ、ここ。かわいいのある。おお、どうもどうも、お疲れ様です。有田さんいたわ。有田さん、何やってんすか、出店してんすか。あ、しみちゃんって言ってもらえ、え、うん、店番。店番？どこ何 見に行けよ。ここ。有田さんいたわ。ここ？うん。ここで店番やってんの？そう。これはあれだよ、和道さんで。あ、どうも、はじめまして、和道です。こんにちは。うん、なんか買ってきて。なんか買ってく？カメラ。カメラある。高い？知らん。デジカメいらないでしょ。安い。あの、これっていくらなんですか。この剣が刺さってるやつ。500円。500円。だこの銀のやつは。腹？あ、灰皿もあんのか。このコップは。これさ、ちょっと3点セットなんだよ。あ、これ3点なんですか。あー、なるほど。ほう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 。ねえな、いっぱいいろんなのあるな。ハーモニカ。ハーモニカある？ハーモニカ、iPod もあるぞ。すげえな。なんでもあるね。二段だよ。二段ハーモニカだ。はい、ワード2いらっしゃい。有田さんがね、店番やってた。あ、わかんねえな。でやろ、リード。やらなかった。え？浅井に変なこと教えちゃダメだよ。何、浅井に変なこと言って。え、浅井さん最近会ってないよ。何、浅井さんに何か言った。いや、浅井はみんな YouTube に上げちゃうんだよ。あ、知ってる知ってる。浅井さん今 YouTube やってるもん。ふざけんな、あの野郎。喧嘩してんの、また。やる？うん。もう来るなって言ってるから来ないけど。あ、そうなんだ。うん。浅井さん最近会ってないよ、俺。うん。和田さんに教えてもらいました、今日も。香水だ。あ、白欲しい。白。白。え、そうなの？いや、たまに行くけどいないよ。浅井さんでしょ？浅井さんの家に誰もいないよ。セヤちゃんとかいるよ。あ、たまに遊びに来てるだけだよ。住んでるわけじゃない。足が高いんだけど。
これいくら？ほらほら、しーちゃん1000円、いらんすぎたら買ってかないから。これ何？これは安くしてますよ。カメラのほら、ああ三脚、うん、見せて。あ、カメラの三脚めっちゃかっこいいじゃんこれ、うん、革に入ってる、すげえ本革に入ってるカメラの三脚、ああ、なんか料理人で店出すとか聞いたよ。なんか、あの、焼き鳥屋の修行やってんだって。無理だよね。掘り出し物いっぱいあるよ。よく来るもん。今コメントしたこと？おうおう。ああ、チャンスはいくらでもあるよ。恋愛するチャンスなんかいくらでもあるよ。のんたん何か買うの？のんたんがなんか化粧品を買う。300円均一コーナー。128名さんいらっしゃい。はい、いいっす、いいっす。ちょっと回ってきます。川端先生いないっすか今日、代々木公園の。知らない？あ、絵描く人。わかんない。ガリズさん頑張ってください。え？買ってったじゃん彼女が。うわ、すげえ。すごいね。超かっこいい。超かっこいい。こんにちは、初見さんいらっしゃい。ババありがとう。ごめんね、初見さんなのに。すごいかっこいいな。やば。結構ね、掘り出しもいっぱいあるんだよ。パーカーとかもかっこいいしね。革靴とかも売ってたりするよ。化粧品買ったの？お、エビスのジーパン売ってるよ、ノンタ。エビス、本物のエビス。まだ見ますか？あ、クッキーもある。すごい。いっぱいある。多分これめっちゃいいやつじゃないですか。かっこいい。
これ腰の持ち込み。フューチャージ。あ、でもサイズがね。限定5000本なんだ。すげえ。これは、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 これオーラある？なんで？川端先生いねえな。高かった。まあ、高い店もある。正直本当にいいもん売ってて、ヴィンテージとか売ってるところもあるから。いくらだったの？藤井パン。1万円。ああ、まあそれくらいするよな。川山とかね、それくらいで売ってるよ、結構。なんか好きなマニアの、ああ、すげえ、兜が売ってる。うん。かっこいいな。うわ、なんかすごい石だ。中国製かね。中国のなんか翡翠とかが。すごいね、綺麗だね。石好きだから俺も好き。この場所いいね、キレイ。すごい。おお、すごいね。宝石。琥珀かな？琥珀好きなんだよ。綺麗だよね。虫入ってない。虫入ってない。入ってるやつがいい。最近恐竜の尻尾とか出てきたからね。綺麗だね。鉄砲もある。鉄砲もある。うわ、すごい、綺麗。石。ああ。みんな閉めちゃうね、やっぱ。時間が短い。逆光で見えねえ、モニターが。のんたん楽しそう。買っちゃうよね、やっぱね。ノンタンね、いつもね、出るとき嫌がるんだけど、出たらね、キャッキャキャッキャ子供みたいにはしゃぐか。アドオさんと遊ぶの好きっていう。俺、骨董品とかが好きなんだよね。骨董品とか、革ジャン、革靴とかよく見る。壺とか南部鉄器とかね。彼女かわいいでしょ。コンドームしてない。どうしてこう出てこないんですか。これはそうそう、うちだけど、あれよ。なんつったっけ。
これセットで。え、そうです。いや、ここってこれ二人なんですよね。ああ。そうなんです。今日出店数、フリマね3時までだからもうねみんな閉める準備しちゃってる。今日ね出店数が少ない、本当に出店数が圧倒的に少ない。多分冬だからかな、なんかちょっと理由は分かんないんだけど、いつもね倍ぐらいあるもん。今日は少ないわ、店自体が少ない。有田さんが店番やってんのがちょっと面白かったね。え、もう終わり？いや、ここは今ちょっと行きませんから。あ、やってないの？今ちょっと。そう。おお。あ、もうちょっと。もっと来ましょう。あ、どうも、こんにちは。あれ、のんたんどこ行ったろ？大都会でのんびり暮らす和道が素敵。いや、全然のんびり暮らしてねえよ。俺もう田舎の方が合ってるよ。成田の田舎もんだから。あ、のんたんがなんかやってる。いた、のんたん。指輪？お揃い。お揃い？でも入るところがない。あー、大きさ合わないとね、指輪。のんたんはなんか俺とのペアリング探してるわ。無理やりペアリング探してた。だからどうしてもペアリングがいいんだって。初見さんいらっしゃい。今新宿の中央公園でフリーマーケットに来てます。のんたんだ。うわ、超かっけえ。ちっちゃい恐竜いるんだけど、一人じゃないよ、彼女と来てる。彼女とね、二人でお散歩がてら来てる。いや、もうみんな店じまいしちゃってるね。一人
今日は出店数すごい少ないわ。満足させてるっつうか、いやそういう気はないよ。別に二人で楽しいから外行こうみたいな。お嫁さんは売らないね。いや、たまに売るよ女も。それいいですよ別に。これいくらなんですか？それ大体5000円。うーん。3万ぐらいするそれ。そうですね、うん。新品だと。うん。なんか安いよ5000円。うん。夜？うん。ビートのさ。カツオさんってさっき自分に飛んでいるとかいるのもないからね。いないからさ。彼女いるよ。彼女なんか今ペアリング探してる。どこ行ったんだろう。のんたんどこ行った。彼女はね、あれどっか行ったな。消えた。あれ俺の彼女どこ行った。あ、っていうかタバコ忘れてきた俺。最悪。あれ彼女どこ行った。ちっちゃいからすぐ埋もれちゃうんだよね。あれどこ行ったんだろう。あれいないな。彼女消えたわ。あれ彼女どこ行った。ちっちゃいからすぐ消えちゃうんだよな。いない。誘拐されちゃったかな。誘拐された？すぐ誘拐されちゃうかんな。おーい、あれいないな。どこいんだろう。いなくなっちゃったよ。誘拐されちゃったのかな。どこ行ったんだ。いないな、マジで。あれ？赤い服着てるからすぐ分かるはずなのに。あ、どこ行った？あれ？いないな。どうしよう。どこ行ったんだろう。消えた。いや、ポケットの中入ってねえわ。さすがにそん中ねえわ。そんな小さくないわ。あれれ？どうしたんだろう。いなくなっちゃったよ。いた。いた。いた。うん。ちっちゃいから分かんなかった。どこら辺いたの？時計見てた。時計見てた？どこの？あ、時計？うん。何？あれ買ったの？化粧品、有田さんとこ買ったの？うん。おー。映画に何か買った？まだ。うん。いつか窓に会いてぇな。全然全然。あ、かわいい。え、あ、かわいいじゃん。それかわいいよ。あ、ちょっと水高い。ちょっと高かった。でもいいやつ。かわいいじゃん。かわいいのいっぱいある。俺が迷子だった？タバコ吸う？
あ、そこで吸えるよ。もうタバコ忘れてきちゃった。一本ちょうだい。なんだろう、今日でっかいのが他にあんのかな。古着屋とかも好きだから、今日はあそこ行こうと思ったのよ。あの、高円寺かあそこに行こうと思ってたの。この角度思い出すな。この角度思い出さない。終わっちゃう。ん？見たいの？見てくる？お、釣りありがとうございます。2500円ゲット。ありがとうございます。クリスマスツリー5000円のアイテムだよ。うわ、季節アイテムすごい。ありがとうございます。スクワット5回多めにやります。15回じゃないの。15回じゃない、5000円だから。本来25回なんだ、30回。カバンの負荷が、カバンが重たいから今日負荷かかってるよ。ありがとうございます。見られるでしょ、それは。ガン見ですよ。ありがとう。彼女年上だよ。年上47。熟女ですよ。あ、ぜひぜひフォローしてください。フォロー、まだの人フォローお願いします。うん、フォローありがとう。フォローありがとう。何やってんの。双眼鏡で見れるね。え、双眼鏡さ、買ったら見れるね。双眼鏡持ってるよ俺。本当？うん、持ってくればよかったね。今度取り行こうか。今度双眼鏡持ってなんか公園、でかい公園行こうか。うん、いいやつ持ってるから。ウグイスいるかもよ。ウグイス今メジロがいた。メジロいた、うん、そうだよ、彼女とデート。ちっちゃいおばちゃんとデート。ノンタン視力いいのかな。
そう、ツバニャン襲撃したの。いや、34はおばちゃんでしょ。俺もおっちゃんだし。じゃあ47だよ。47か。俺の3個上かな。俺の3個上。ノンタン何型血液型？ A。 A 型なんだ。 A 型だって。障害は持ってんじゃないの？わかんないけど、うん、俺31、俺31歳。うん、今時の30若造。ノンタンはね、身長153かな。おい、コウキだ。コウキいる？ノンタンは10年間引きこもりをしてた、ファイナルニートだから。ニートの中の最上位職って言われてるファイナルニートだから。ノンタンはもともとリスナーさん。もともとは俺のリスナーさんでオフ会で出会った。飛行機見えた？見えた。どうも。年上だよ、飲んだ。結婚どうだろうね、わかんない。のんたん、今日のファッションチェックしていい？のんたんの。のんたんは、ジーパン見てください。エビス履いてます。のんたん、それエビスだよね。え？エビスのジーパンでしょ？ああ。これね、のんたんが手作りのジーパンで、エビスのジーパン、これ手作りなんだよ。エビス買うお金がないから、ジーンズメイトで1000円のジーパン買ってきて、自分で刺繍したんだって。アホでしょ。自分でエビスのステッカーも作って、無理やりジーンズメイトのジーパンエビスって貼ってんの、これ。ほらアホなこと。で、ちゃんと裏側もステッチも縫い付けたんだって。耳つきでーす。耳つき。そう。3万円のジーパン買うお金ないから自分で作ったんだって。だから、タグにタグがくっついてんの。タグにシールが貼ってあるの、エビスの。アホでしょ、この子。で、これ、全部刺繍なのよ。自分で手で縫ってる刺繍で。で、ステッチも自分で作ってんの、ここ。強い子でしょ。貧乏でもエビス履けるって言った。アホだよな。今、のんたんはバードウォッチングしてます。芸が細かいよね。ちゃんと裏側も縫い付けてあるから、ステッチ。のんたんは何でも自分で作っちゃうから。愉快でしょ。ましいよね。そう、ノンタは魔法使いだから。ノンタ今度何見てんの？双眼鏡は手作りっていうか、まあもうこういう感じだよね。超危険人物だ。やばいやつでしょ、これ。
やばいやつだよこれ。そうだね、やばい、やばい子だね。手作りっていうか手だから。モンタン行くよ。はーい。はーい。なんかちょっと X ジャパンのヨスキみたいになってるね今日。自由だね。こっからね、新宿の風景が綺麗なんだよ。北運タワーも綺麗でしょ。こっから綺麗だね。付き合った決め手、なんだろうな。すごい素敵な子だよ。うん。今まで出会った人の中で、面白かった。あ、走って行っちゃったよ。うん。走って行っちゃった。10年間引きこもりだからね、結構ね、もうなんか面白いんだよ。漫画みたいな世界観持ってるんだよね。うん、動物園連れてこうか、今度。空今日綺麗だね。晴天ですね。快晴です。だから、キリスト、キリストによって、で、聞きまして、ネックレス。アメン。アメン。上野公園？付き合ってどれくらいかな。3ヶ月ぐらい。タバコ忘れたの痛いな。同棲はしてないよ。家が比較的近くかな。車で20分ぐらい。よくだから遊びに来る。老けた俺。前髪下ろしてるからな。面白いよね、フリマね。今日人少なかったわ。一旦家帰る。まだ見たい？どうする？帰ろっか。一旦帰って充電器持って、で、タバコも取ってきたいから。うん。うん、もう見なくていい？大丈夫？うん、向こうから帰る。下北沢か高円寺行かない？これいいよ。いい。まあまあ、っていうか、フリーマーケットがそういうもんだから、もともと。フリーマーケットっていう文化がそういうもんだから。それね、終わりだね。また来よ。結構ね、2週間に1回ぐらいやってるよ。あのハイズが。
黄色のサイクラ。そうそう。ほっこりする。まあ世の中には知らなくていいこともあるんですよ。うん、なんでもない。彼女は47。47歳。羨ましい。綺麗だね、公園ね。うん、大事だよ。大事な彼女だよ。さて、一旦家戻ります。薬が効いてんのかな？なんか頭に血がずっと上ってる。薬飲んだ。いや、ほら、風邪薬と、ナザール、あの、鼻の点鼻薬と、そう。うん。いつも赤だよね、二人ともね。この服だよね。のんたんは、このなんだっけ、ヒステリックグラマーだっけ、うん、の、この、なんていうの、この、わかんない。なんていうんだっけ、こういう。ダウンかな。ダウンジャケットか。で、俺は赤の革ジャン。うん。二人とも赤だね。でも別に、お揃いで買ったわけじゃないもんね。うん、別々だもんね。たまたま。たまたま。タカピーさんや初見さんコメントありがとう。面白かったらフォローしてください。よろしくです。下北沢と高円寺どっちがいい？高円寺かな。じゃあ下北行こう。そうしよう。そうしよう。カバンいいでしょ？カバンいいよね。かっこよくない？変じゃないでしょ。仲良しだよ。喧嘩しないもんね。のんたんが拗ねることはあるけど喧嘩はしない。なんで今聞いた？ランドセルじゃないよ。可愛いよね。そうだね。女の人からすごいいいよって言われる。職場でもね、女の人は可愛い可愛いって言うけど、男の人は笑うね。ランドセルみたいっていう、ね。男受けは皆無だね。普通にかっこいいと思うんだけど、ちょっと待って、なんかだんだん腹立ってきた。ちょっと待って、持って。普通にかっこよくない？かっこいいよね。かっこよくない？なんで笑うの？普通に腹立つわ。ランドセルだろ。普通にかっこいいと思うんだけど。LINE ライブはやらないかな。これヘルツ。
表参道にあるヘルツのカバン。ラインライブはなぁ、どうだろうね。かっこいいよね。女の人には受けがいい。形いいよね。色がダメってこと？色赤の方がいいじゃん。狙ってないよ、なんも。うん、そう気に入ってる。一生ものだもん。いいよね、ベニゾーさんね。一生もの、高かったもん、6万円だよ。もう一生もの。このカバンは、このメーカーは20年使えるカバンで有名なの。お腹すいたな。お腹すいた？で、一旦家帰ってさ、タバコ取ってきて準備して、で、なんか、行こうよ。うん。どっか。色もいいよね。朱色に近いかもしんない。配信で見ると真っ赤に見えるけど、朱色っぽい感じだよね。6万。なあ、もうカバンはこれ。前使ってたナイロンのカバン、9年使ってたボロボロだったから。ねえ、いい味。そうそう、3年ぐらい経つと深い色になってくるんだよね。そう、丈夫なの、ここのメーカーは。そうだね。どれくらいになるか見てみたいよね。うん、彼女だよ。何食べたい？なんかやってるね。なんだろう。商店街の、なんか、お肉、福引きだね。この革ジャンも、なんか、ウルトラマンの隊員かよってバカにされてた。モンタンあったかいよ、これ。ね。うん、寒くないよね。すごいあったかい。うん。そうそう、デート、デート。モンタンの得意料理と趣味は何ですか？趣味はまあまあ俺言わなくてもいいから俺が言うけど、放送歴10年だから、インターネット引きこもる歴10年です。得意料理は？得意料理？餃子。餃子。カージャンかっこいいよね。これライダースだから本来はこうやって着るんだけど、こうやってね。サイボーグ009みたい。ニット帽かぶってこうかな、今日寒いから。帽子かぶろうかな。じゃ一旦放送切ります。お疲れ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。